っしゃい。早速聞いていきたいと思います。おー、日本酒の仕込み水は必ず地元の水が使用されるのでしょうか。やっていきます。松の司、純米吟醸水木、こちら紹介したいと思います。松の司の蔵の仕込み水ではなくて、岡作船工業っていう、井戸を掘る、ね、会社の井戸水を使って仕込んだものになりますね。その会社自体は滋賀にあるんで、地元っちゃ地元ですけど、その蔵の中の井戸水ではないという。なぜそれを使ったのかっていうと、例えば実験的に桂離宮の方のね、水でこうお酒を仕込んだりとかっていうようなこう取り組みっていうのは松の司もされてあったんですけど、やっぱり日本酒の8割ぐらいは水なわけですよ。その水の存在っていうものが内容としてはすごく大きな存在だけども、それがじゃあ飲み手の人たちにまでどこまで伝わってるかとか、多分そもそもこの水木の取り組みっていうと、作り手の方がよりその水の大切さっていうものを理解するために多分考えられた商品だと思うんですね。いろんな井戸水、いろんな水を意識する中というか、そもそもだから松の司さん、石田当時はもうそのワインとかでも味の濃淡とかでペアリングとかね、料理との相性とかを考えるんじゃなくて、石灰岩系のこう石を渡ってきたその水質のところで育ったものなのか、花崗岩系なのかっていうね、その水のその育ちみたいなところでの、そもそもそこで料理のじゃあジビエのその鉄分と、じゃあ花崗岩系のその水質が合うとか、そういったこう水をもとに、そういうこういろんな日本酒だけじゃなくてワインなどもこう見てらっしゃったんですね。でその中でその同じ滋賀のその井戸屋さんの水がものすごくこう柔らかくて、言うなればその同じような滋賀の場所にありながらも全然違うタイプの水発見したことで、それで仕込んでみたと。でよりその水の存在感を出していったという感じなんですけど、結構やっぱり松の司の蔵の水っていうのが骨格がこうしっかりしてるというかね、筋肉質なんで、どんなに軽い酒を作ってもやっぱある程度ボリュームがしっかりこうあるわけですね。で一方この水木の場合はもうその水自体のその柔らかさがそのものを反映されてるんで、通常の松の司とはある種こう真逆というか、昔の言い方ですると男酒女酒みたいな違いが、柔らかいタイプのお酒に仕上がってるわけですね。この動画でも説明したこともあるんですけど、その水って酒にとって何なのかっていうのを、僕なりのその解釈で言うと、人で言うところの生まれ落ちたその姿形だから、先天性のものだと思うんですね。良し悪しではないわけじゃないですか。身長が高い身長が低いとかね、運動が向いてるとか向いてないとかって、それって別にその先天的なものっていうのはその良し悪しじゃなくて違いであって、ただそれに合ったやっぱり経験を積んだり学びを得たりすることで人の人生っていうのがこう充実していくと思うんですが、それに抗ってこう生きていくとなかなか大変というか、簡単に言うとその 150cm ぐらいの可愛らしい女の子がパリコレ出たいって言っても、それはやっぱりなかなか叶わないことであって、なんかそこの部分で言うと水質に合わせた酒造りっていうものがやっぱりすごく重要だなというのを、それこそこの水木もそうですし、日日もそうですし、風の森もそうですし、やっぱりこうどんどん今の酒造りの作り手っていうのは、その水っていうものがそもそもそういう土地を表現しているものっていうような考え方が強くて、そこを前にこう出すようなね、酒造り、いや酵母の香りとか甘みとか酸味とかじゃなくて、素材であるそのお水とお米っていうものをその発酵によってどう表現して、どういうふうにお客様にその感動を与えられるかっていうところをチャレンジしてますので、本当にこの水木と通常の松の司と飲み比べてもらうと、水によってこんなに違うんだと。松の司みたいにちゃんと作れるところがこういう取り組みをやってくれると、やっぱりすごく安心感があるわけですよね。作りによって変わったわけじゃなくて、本当に水によっての違いっていうものを楽しめると思いますので、本当水を感じられるようになると酒の味わい方ももう一歩先に行けるというかね、まずはモダンとクラシックみたいなフレッシュか熟成かぐらいから始まってね、その後に香りの系統があったりとか、酸味がどのぐらい強いのか弱いのかとか、そういうものがありながら、その先にはやっぱり米がもたらす味わいの余韻とか品格、米がのクオリティが上がれば味わいの余韻の長さだったり深さだったり味わいとして品格は上がりますし、
やっぱ水の差っていうものはそのお酒の持ってるもうベーシックな部分というか、その酒が生まれたルーツというかね、まさにまあその源泉というものを、ね、感じてもらえると思いますので、まあ、まずはですね、水木から日本酒の水を探る楽しみを覚えていただければなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。